和歌山バス、和歌山バス株式会社、和歌山バスは和歌山県北部のバス事業会社である。略称は和バスで南海電気鉄道グループの一つ。地域分社として100%子会社の和歌山バス長があり、またするっと関西協議会に加盟している。高速バス、リムジンバスを除いた一般路線の年間輸送人員は下記の通りである。横浜。 東京方面、始発、終着ターミナルにより、方向膜の系統番号を、下記のように色分け表示している。しかし、和歌山営業所、市役出張所所属車両の方向膜の大半が、単色 LED に乾燥されたため、色による区別は、看板や時刻表、路線図などの印刷物などに限られる。この路線一覧は、2018年4月2日、 改正時点のものである。かつて、定期観光バス、紀州徳川巡り号を運行していた。観光シーズン、2006年の場合、3、20から5、31、9、10から11、30の土、日宿日に、和歌山市駅前と、JR 和歌山駅を発車し、市内の観光名所、紀州東照宮、洋水園、君井寺、和歌山マリーナシティ、 和歌山城をめぐっていたが2009年2月に事業廃止が公表された実質的に2008年度秋が最終運行となった。なお、車両については2017年7月現在も在籍しており主に和歌山看護学校の学生輸送に使用している。2007年3月31日現在109台のバス車両を保有する。 うちノンステップバスは29台、低床バス。ここでは、ノンステップバス、ワンステップバス、スロープ付きバスを指すは39台。車両後方側の背面に、行き先方向膜の装着されていない車両、膜式方向膜の車両が、街頭では、方向膜の代わりに、市駅、和駅と点灯表示する装置が取り付けられている。これは、和歌山市内線の上り方向。 南海和歌山市駅行き、JR 和歌山駅行きでは、複数の車両が団子運転となることも多いため、後続車両の運転手に先行車両がどちらの行き先なのかをアナウンスするためである。自車両と同じ行き先であれば、先行車両が停留所で乗車扱いをしている間に追い抜きを行う。かつて、1994年に減便されるまで、和歌山市内線は、 南海和歌山市駅発着便、JR 和歌山駅発着便ともに0タイム毎時12本、合わせて24本もの頻発運転が行われており、特に上り方向では、始発地の異なる各便が途中停留所で合流して進行するため、3から4台が団子運転となってしまうことも珍しいことではなかった。以下の3タイプのバス塗装がある。かつては以下の塗装も見られた。 和歌山バス、和歌山バス、長共通で利用できる公車時の運賃払いで、小銭不要のバスカードが発売している。種類については、下記の通りである。バスカードの購入は、バス車内、JR 和歌山駅、近駅、南海和歌山市駅定期券売り場、和歌山営業所、海南出張所、長営業所などで可能である。なお、バス車内は数に限りがあるため、一度に、 大量購入する場合や全線フリー1日、乗車券の小2券は、各定期券売り場、各営業所での購入となる。普通バスカード、昼間バスカードは、小2券が設定されていないため、降車時に、小2運賃で支払う場合はカード読み取り機器に通す。前に運転士に申し出て、運転士が、機器に、小2運賃を設定してから、カードを機器に通して、運賃を支払う。 また、障害者運賃や介護人運賃を支払う場合や2人以上の運賃を1枚のカードで支払う場合も同様である。その他特殊なバスカードとして、和歌山市が発行する1ヶ月間に2日間無料で乗車できる障害者福祉カード、本人用、介護者用と1乗車ごとに100円で乗車できる70歳以上の高齢者用、元70パスがある。 いずれも和歌山市に住民票を在籍、居住していることが条件であり、使用者本人が和歌山市役所へ申請が必要がある。本人以外の使用は禁止されており、一般には入手不可能である。なお、和歌山市外にまたがって乗車した場合は、障害者福祉カード、現金70パス対象区域外乗車分の普通運賃を別途支払う必要がある。また、 元気70パスを使用した時の運賃100円は、現金での支払いのみで普通バスカードや、昼間バスカードでの支払いはできない。なお、和歌山バスで、時期カードが初めて導入されたのは、本町線、和歌山シャトルであり、市内均一運賃区間が1997年に、ゾーン制運賃に移行するまで専用カードリーダーを搭載し、シャトル専用カードが発売されていた。 スルッと関西競技会加盟各社のうち、ピタパなどの IC カード類が一切使用不可の事業者は2016年7月現在和歌山、バスグループ及び南海林間バスのほかは大阪シティバスの USJ 直行バスのコスのみとなっている。スルッと関西磁期カードは2017年末をもって販売終了、同カードの使用も2018年には終了した。 2015年11月16日に無人化楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。